はい、皆さんこんにちは。バットレッドロゲームチャンネルです。ではですね、現地でモバイルやっていきたいと思います。今日の収録日が2021年10月15日金曜日0時20分ですね。主なニュース、ヤフーニュース見ると、まあスポーツ、あ、ロッテ51年ぶりマジック点灯と、ね、マジック9が点灯しましたね。広島、豊川、ブーブ、ライチ、今村が戦力外、戦力外の今村が涙を確保していたと。ドアが閉まります、ご注意ください。まあ、スポーツなんで今村投手って言ったんですけどね。はじめ、カープが3連覇した時か、東京、帝発、2016、17、18か、第2ゲーム、進行、その時ね、勝利の方程式の中継ぎ投手でね、結構投げてましたね。ご乗車ありがとうございます。テオライナー5号の八王子駅でございます。何周くらい飛ぶんだろうな、何周くらい。電源70、ご乗車番号、お座席番号を確かめる上、ご利用させていただきます。野球試合の人からしたら、50から70って言って、第一ヘッドコーチ、人口、電車両とも禁煙です。終点の八王子まで禁煙にご協力をお願いします。すごい投げてますよ。アイドラがついております。車両も禁煙とさせていただいております。電源80、第一場内、携帯電話ご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう、車内デッキでのご使用をお願いします。
行。第一閉鎖区進行。中崎もすごかったっけよね。抑えピッチャー。全員60場内進行。なんか2軍の中継見したら投げしたんで抑えでね、先行取った、先行1回取ったんじゃないかな。取ってないのかな。バツシ進行。この人先行取ってるかって言ったら全然まだ取ってなかったっていう人も多かったですね。飯田橋ブーカーテープ取ってて言うと小林正秀さんのピッチャーがいたんですけど、あの人が第2点進行全員解除。1回しかね成功取ってないんで、まあ、1回しかっていう言い方もあれなんですけど、何回も取ってそうなイメージが、ね、あるんですけど、野球してる人からしたらね、何回もなんか成功2回3回成功取ってない。第1フェーズ進行。ご注意ください。現場線の到着でございます。現在の次は立川駅。
宿停車定着。4秒装着か。懐かしい車両ですね。国鉄車両。はい。もう終わりです。乗務完了ということでね。まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。